ヨゼフ・ベシュテンディクは、チェコスロバキア出身の男性、スロバキアのフィギュアスケート選手。パートナーは、妹のオリガ・ベシュテンディゴバー。2002年ソルトレークオリンピックスロバキア代表。ISU グランプリシリーズ出場3回、2001年、オンドレー・ネペラメモリアル優勝。1990年代後半から2000年代前半の、スロバキアを代表するペア選手。 1978年チェコスロバキアブラチスラバ生まれ、1981年にスケートを始める。一切違いの妹オリガとペアを組む。1996から97年シーズンに、スロバキア独立5発のペア競技スロバキアチャンピオンとなり、以降2000から1年シーズンまで、スロバキアフィギュアスケート選手権で優勝を重ねる。この間、1997年から3。 シーズン ISU グランプリシリーズに出場し、1997年から2001年まで世界フィギュアスケート選手権に出場。2001から2年シーズンはスロバキア選手権に出場せず、ヨーロッパフィギュアスケート選手権とソルトレークオリンピックに出場した。ソルトレークオリンピック後にペアを解散、アメリカで競技を続けるが、トリノオリンピックシーズンを控えた2004から5年シーズンに、 オリガトのペアを再結成。オリンピック予選となる2005年世界フィギュアスケート選手権でスロバキアの出場枠獲得に至らず競技を離れた。ありがとうございます。